さんこんにちは、イラストレーターの猫屋です。今日も iPad とプロクリエイトで今日のファッションスケッチというお題でイラストを描いてみました。でですね、今この動画を撮ってたんですけど、で今ちょっとこうね、撮り終わって確認したらなんかね、すごいボケてて手元がなんかボケてて、なぜか、まあ、全部じゃないですけど、なんか結構大半がボケてる映像だったので、んー、どうしようかなと。ちょっと書き直すのもあれなので、今回はね、このプロクリエイトのタイムラプス動画をお送りしようかなと思いますいつもはね、ちょっと斜めからですけど、まあ、タイムラプスだとどんな風に書いてるのかなっていうのが分かりやすいかなと思うので、まあ、ちょっと短く今日はタイムラプスで動画をお送りしたいと思います。どうぞご覧ください。わけで今日はこちらのイラストのタイムラプスをお送りいたしました。で今日はね、このね、ちょっと紫のふわふわしたなんかジャケットなのかコートなのかをこの間買いまして、で、ね、なかなかこう買わないなと思って、でもちょっとまあちょっと買ってみようかなみたいなね紫のやつ可愛いなと思って買って、それをもうメインに描いてみました。
でなんかね、うんとね、書きながらなんですけど、まあこのちょっとこうファッションもちょっとなんだろう、カジュアルな感じでもあったんですけど、なんかこう書いてったら、なんかこの、まあ、一応私モデルになってるんですけど、形とか、まあでも別にその似顔絵を書いてるわけじゃないので、まあイラストとして書いてるんですけど、なんか書いているうちに、なんかこの女の子は結構幼いっていうか若い感じになって、なんか可愛らしいなって思ったので、今回はね、そのブラシはもうほとんどこのグローミングってやつかな。で、ちょっとこう、まあ、ふわふわしてるっていうのもあるんですけど、グローミングで髪の毛とか、いろんなものを塗りましたね。うん。はい。で、なんか少しより、その、またちょっとこう、なんかテクスチャーがこう、粗い感じで、またそのカジュアル感が増したかなと思いました。うん。はい。ですね。なんかまたその、いろんなね、筆が、ブラシがあるんですけど、私もね、あまりそんないろいろ使ってはいないですけど、そのブラシによってそのね、雰囲気変えられたりするので面白いなと思いました。はい。まあ、これですね。この、ふわふわの暖かいジャケットを今回は描いてみました。まあ、ちょっと今日は、カメラの調子が悪く動画が使えませんでしたが、タイムラプスさんがあったので良かったです。はい、ではまたこんな感じでいろんなイラストを描いてみたいと思います。では今日も最後までご覧いただきありがとうございます。